久保さん、ナイトライダーにしましょうか。いや、僕もね、まあ、ちっちゃい頃ね、あの、ナイトライダー、車がね、この、ビビビビって、おい、今日はどうするみたいなね。<laughs> あの、喋ゃおあの、日本語の吹き替えのナレーションのキットの方が良かったですね、あれ。うん。すごい僕もね、幼少期ね、楽しく見てましたけどね、ナイトライダーは。うん。でもね、 すごいですよ、ね、今ってあのー、本当に喋りますからねうん本当に喋るんですよ BMW って声かけると「はいご用件は?」みたいなね <laughs> そうあとねあのー、アレクサとアレクサと同期することもできるんですよだからアレ,クサアレクサ機能を車の中でできたりとかもして すごいですね。まあ今後そのもっとその今ねチャット GTP みたいに出てきてこれが音声で、えー、なんすか、えー、それが入ってくるだと思うんですね車に。でそうすると本当に車と会話できるみたいなしかもこう,つなこう何度も会話ができるみたいなもう時代は近いですね。まああと数年後にナイトライダーと同じように普通に会話ナチュラルにこう普通に会話ができるっていうね時代がこう来るんじゃないかなとは思うんですけど まあこんな時代が来るとは思わなかったですね。車と喋るみたいなね <laughs>。テレビの世界が現実の世界になりましたね。いってらっしゃい。